アンドレアパラーディオアンドレアパラーディオは、イタリアパドバ生まれの建築家。本名は、アンドレアディ、ピエトロデッタ・ゴンドーラ。1508年、パドバの粉やピエトロデッタ・ゴンドーラの子として生まれる。後に石膏となるべくバルトロミオカバフ派の工房に入ったが、やがてビチェンツァに移り、ジョバンニ・ディジャコモとローラもピットーニの工房に入った。その後、人文主義者、 ジャンジョルジョトリッシノから建築家としての創用を見出され、古典主義思想とローマ時代の建築について手ほどきを受け、同時に数学、音楽、ラテン文学などについても訓導を受けていたとされる。何度かのローマ旅行などを経た後、本格的に建築家として活動するにあたり、パラーディオという名前をトリッシノから与えられた。これは、 トリッシュの自作の女ジ,ジシの天使の名として考えられていた名前だと言われる。彼の活動に大きく影響を与えたのは1541年と1545年にトリッシュのとともにローマを訪れた際である。パラーディオはウィトルウィウスの建築重賞家建てにローマの古代建築を見て回ったが、これは古代ローマに関する知識に大きな影響を与えた。また同時に、 ドナトブラマンティとラファエロ・サンティなどの当時のローマ流行の先端も知る。1546年、ローマから帰国した彼はビチェンツハシでかねてから懸案となっていたパラッツォデッラ・ラジョーネの改修案を市に提出し、この案はヤーコポ・サンソビーノやジュリオ・ロマーノなどのすでに名声を確立していた建築家の案を退りけて当選した。この公共建築は、 死のシンボルとなる巨大なものとなり、セルリアーナを連続させるというユニークな構成。またその連続のさせ方も非常に凝った作りであり、好評を博した。これを契機に彼の名は北イタリア一帯に広まり、以後仕事の依頼が増えることとなる。サンジョルジョ・マジョーレ聖堂正面ビチェンツァでの最初の邸宅建築であるパラッツォ・ポルトは明らかに、 ラファエロとブラマンテの影響を受けたものであるが、1550年に寄稿されたパラッツォ・キエリカーティは、ベネツィアの伝統に即しながらも、ローマ時代の邸宅のイメージを、パンラーディオ独自の手法で重ね合わせたユニークなものとなっている。彼の別荘建築は、シンメトリカルな平面で、各部を調和ピレイによって決定することについて、自身の著書にも述べているが、実際には、 そのようになっているものは少ない。またこの記述をもとにして、各部を調和ピレイによって決定する手法の是非について、その後多くの会派を生むことになった。1554年機構のビル・ラ・バルバロ、1556年のビル・ラ・バドエルなど、1566年に着工したビラ・アルメリコは、建物の四面が同じファサードというユニークな形態で、その後イギリスなどに、 多くのコピーを生んだ。パラーディオは、ベネツィアでも仕事を受けた。1564年に、修道院長、アンドレア・パンプーロがベネディクト運ぶのために計画した、サンジョルジョ・マジョーレ聖堂、1578年に、ペスト集結の祈願として、ジュデッカ島に建てられることが決定されたイルレデントーで、聖堂の建設である。1556年、ビチェンツァの貴族と知識人は、 文化活動の拠点としてアカデミアオリンピコを設立し、パラーディオは1580年初旬に高級的劇場としてテアトロ・オリンピコを設計したが、その年の夏に死去した。平面図を基本にして空間を設計した最初の建築家と考えられており、それまでの彫刻家や絵描きが建築を作る手法と本質的に異なる手法である点で、最初の専業建築家または、 プロ建築家ともされる。活躍した時期は一般的には後期ルネサンスからマニエリスムの建築家と分類されている。古典建築の形態要素であるオーダーアーチを用いながらもその構成方法は年齢によって差がある。彼の手法で有名なのはセルリアーナまたはパラディアーナと呼ばれるアーチと柱を組み合わせた開口部の表現であるが、これはパラーディオが ローマ建築を研究する中でセルリアーナの原型を発見し影響を受けた結果と考えられている。ジャイアントオーダーの用い方や普通の住宅にペディメントを取り付ける手法など一歩間違えればキーになりかねない大胆な手法を駆使した。パラーディオは職業建築家としては最初期の人物で他の芸術活動には携わらなかった。彼の建築は ローマ時代の建築知識に基づくものであるが、これは考古学的知識と実際に移行の実物を多く見た経験に基づくものである。また、彼がローマ建築を調査し、論考したローマ建築は1554年に出版されており、これはネオクラシストたちに多大な影響を与えた。そして1570年刊行の建築4書は、 彼の建築理論の集大成であり、後のパラーディオ主義において、常に引用される標準テキストとなった。彼の死後、一時期はその名が渦漏れた状況となったが、18世紀のイギリスにおいて、イニゴ・ジョーンズやバーリントン伯爵クラによって、その建築と著作が再発見され、パラーディオ主義と呼ばれる建築運動を巻き起こした。これは、当時の支配階級の足並みという側面が強い。 以後彼の建築はその多くが保存修復され、21世紀の現在もビチェンツァを中心に多く現存し、その姿を見ることができる。また、ベネト地方の別荘群は世界遺産に登録されている。ありがとうございます。